アンドレドミトリエビチデプタとは、ウクライナ出身、ロシアの元男子、フィギュアスケート選手。パートナーは、ベーラ・バザロワ、ワシリー・サダワンコワなど。妻は、フィギュアスケート選手のエカテリーナ・ボブロワ。2016年7月16日、ソチオリンピック団体金メダリストのエカテリーナ・ボブロワと結婚した。2019年4月に第一子となる男子が、誕生した。 二歳八ヶ月でスケートを始める。15歳の時にシングルからペアに転校した。2011年5月にロシアのワシリーサ・ダワンコアとペアを結成する。ロシア選手権の FS では優勝したベラ・バザロはユーリ・ラリオノフよりも高い技術点を出し、5位という成績を残した。ロシアジュニア選手権では優勝を果たし、国際大会デビューの世界ジュニア選手権では、 銅メダルを獲得した。2012から2013シーズン、ジュニアグランプリファイナルで銀メダルを獲得。ロシアジュニア選手権は、ダワンコアの練習中の足の怪我で欠場し、世界ジュニア選手権への出場はならなかった。2013から2014シーズン、2年連続で、ジュニアグランプリファイナルに出場。世界ジュニア選手権は FS でのジャンプの失敗が響き2年ぶりの、 メダル獲得には届かなかった。4月9日には、ベラ・バザロワとのペア結成が発表された。ダワンコワとの解散理由として、身長が伸びて、エレメンツを行うのが難しくなった。と語っている。また、コーチをオレグ・ワシリエフに変更した。2016年11月17日、バザロワとのペア解消が発表された。その後、 アレクサンドラ・プロクロワとトライアウトをするも、ペア結成には至らず、2017年8月24日に引退を発表した。引退後はジャッジとして活動する。ありがとうございます。